マースケチャンネル3です。今回はですね、アラフィフの俺が昭和の24時間テレビ、そして、その中で、毎年ね、放送されていました、手塚治虫先生の、アニメに、もう豪華アニメなんですけど、それについてお話ししたいと思います。あとですね、24時間テレビについてお話ししたいと思います。まずあのアニメの方なんですけれども、覚えてるのはこの、第一作目のこの、海底超特急マリンエクスプレスと、あとフームーンぐらいしかあのちょっと覚えてなくて、あとはちょっとあのこれだって見せてもらえばあーってなるかもしれませんけど、まあ印象強かったのがこれなのですが、ちょうどこの DVD がですね、中古で出てたので、これ買ってきました。昭和の頃ですね、まあ、もちろん手塚治虫先生って言いましたら、まあ、アラフィフの俺は、まあ手塚治虫よりも、リボンの騎士とかジャングル大帝の世代なので、もうそれを、ね、見てたのでね、まあ、そのオールね、みんなのキャストがですね、出るというアニメはですね、すごいこう画期的で、ね、昭和の子供の俺としては感動しましたね。まあ、このジャケット見てもらうと分かります通り、テツアトムとそれからリボンの騎士サファイア、ジャングル大帝とヒゲオヤジとかね、その他にこちらに来ましてブラックジャックとか、三つ目が通るのシャラクも出ています。でこれどんなアニメかっていうのをちょっと後ろにね書いてありますので、読んでみたいと思いますけども、24時間テレビスペシャルアニメシリーズ、手塚治虫の愛は地球を救うの中でも最高傑作と言われる海洋ミステリー SF、 手塚治虫ならではの愛に満ちた深いメッセージと見事なまでの作画で今なお絶大な支持を集める大傑作。ブラックジャックやアトム、サファイア、レオ、シャラクなど、手塚治虫の人気キャラ総出演という豪華なオールキャストで、全編見どころ満載ということなんですけれども、ストーリーは、西暦2002年、今ね現在2019年ですが、もう2002年にはこの海底を走る、超特急ができているだろうみたいな、その未来の話だったんですけどね、全然そんなことはないんですが、まあ夢がありましたね。ちょっとじゃあまたストーリー読んでみます。西暦2002年、人類に残された最後の資源、海底鉱脈の開発を目指して、日米共同で建設された太平洋海底横断鉄道マリンエクスプレス、これを密輸に利用しようと企む一味のため、探偵ヒゲオヤジと医師ブラックジャックたち、乗客は殺人事件に巻き込まれる。一方、この科学の最先端を行く列車による、海底の環境破壊に悩んだ開発者である、ナーゼンコップ博士はこの列車を破壊しようと計画していた。それぞれの思惑がこう、交差して、あわや大惨事という瞬間、列車は途方もない、時間の旅へと連れて行かれるということでね。内容は、ま、ちょっと、忘れてしまいましたが、その時間の旅しちゃうんでしたっけ。あと、鉄腕アトムがなんか重要なね、やけど、ちょっとすごい、まあ、忘れちゃったね、うろ覚えなんですけども、昭和の頃、子供はですね、よくゲームのエンディング見ると、なんか笑い話じゃないですけど、正座して、見てしまうなんていう笑い話ありますけど、なんかね、その位置づけとして、この、24時間テレビで放送されたマリンエクスプレスをはじめ、その手塚治虫先生のアニメっていうのは、なんか神聖のアニメ、まあ、ものすごいアニメみたいな感じで、それこそ正座して見なきゃみたいな感じのアニメでしたね。まあ、それだけすごかったアニメです。で24時間テレビといえばですね、やっぱりアラフィフの俺としては、まあ、第1作から見てたんですけれども、ですね、ちょうどエンディング前ですね、まあ、だから終わる前か、感動してですね、当時はですね、
地元にのイトーヨーカドーがありまして、そこでもねそのチャリティー募金っていうのをやってるということで、俺はですね当時何でしたか、あの梅酒をつけるようなあの瓶にですね1円玉とか5円玉とかってずっとこう貯めてて、多分計算すると3万円ぐらいだったと思うんですけど、それをですね俺あのもうすごい感動して、募金でね持ってったんです。でその時ね黄色いチャリティーのねあの服を着た24時間テレビの服を着たお姉さんがですねありがとうって言って、くれたんですけども、その時にもう一つの目的というのがそのお姉さんが着てるような、24時間テレビの T シャツが欲しかったんです。マークでねちょうどねシンプルでね当時はまだ黒の文字とかのねあのマークでしたかねの24時間テレビのあの T シャツが欲しくて、それ多分おかんあたりからお金もらっ怒ってそれ買いに行ったんですけどなかったんですよ。それがね、まあ、大人のショックと違って子供が思うねそのなかったっていうショックかなりショックでね、かなりちょっと落ち込んでなかったのかってしばらくねちょっとショックだったんですね。プラス3万ぐらいね貯金、3万ってほら子供にしてみればすごい大金じゃないですか。まあ、そのぐらい貯金募金して、T シャツ買えなかったっていう思いがね当時ありましたけども、まあもちろんいいことにね使ったのでそれはね良かったと思います。それからその当時の24時間テレビ、まあ今もまあやってるそうなんですけども、24時間テレビといえばですね、お風呂か大型のマイクロバスとかにですねお風呂に入れる設備を整えて、それで体の不自由な人のための入浴に役立てるようということで、お風呂カーっていうのをこう作るなんていうことでねテレビで見て、そういえばつい先日もですね街中走ったらですねそのお風呂カーが横、24時間テレビのマークをつけたお風呂カーが横にいて、ああお風呂カーだっていう時がありましたね。まあ、僕らの時代アラフィフのね、俺が子供の頃はそのような感じでしたね。でそれからあと、まあ、もう一つ大事なのはですね音楽なんですよ。もちろんね今のサライとかそれこそ最後のマラソンでかかるその負けないでもいいんですけども、やっぱりねまあ後からの誰が作詞でなくて作曲したかってこう分かったんですけども、オープニングとエンディングテーマ曲を作ったほどがの曲を作った大野裕二さん、大野裕二さんって言ったら、まあ、ルパンのねルパンやスペースコブラの音楽を作った、作曲家ですけども、ね音楽が素晴らしいんですよね。24時間テレビの音楽が始まるとそれこそねまあそれが夏の、まあ、終わり頃ですからね、まあ夏休み終わるなって感じだったんでしょうかね当時ね。それとあとまだオープニングの方ですね、あ、24時間テレビ今年も始まるんだというワクワク感があったのが、ちょっと待ってください。はいはい、今ちょっとネットで調べたんですけども、 Love Saves the Earth っていうのがまあ、オープニングそれからエンディングの曲なんですけど、ちょっとそれと似たような感じがですねアラフィフの世代だともう大人気だったウルトラクイズもね、音楽も好きなんですけども、この24時間テレビの音楽も大好きな音楽ですね。その他にもう一つアイワンマジック、まあ、英語名もありますけれども、まあ、サブタイトル的な感じでアイワンマジック、それからその後数年後何年後か1年後か2年後かに作られたのがエバーグリーンラブっていうのも好きなんですけども、なんといっても俺が一番印象的だったのでですね、その中で書かれている、まあ挿入歌的な、挿入歌とは言わないか、歌われた曲で、それも、作詞が山川圭介さん、で作曲が大野裕二さんの、この星をあなたにっていう曲がもう名曲で、それ、子供のね、当時のアラフィフの俺が子供の、じゃなくて当時のアラフィフじゃなくて今のアラフィフの俺が当時子供だった時にその曲聴いて感動したんですけど、歌を歌ってくれたちょうどのを見たのがちょうどねもう亡くなられてしまって事故でね
亡くなってしまって残念だった、坂本九さんが、当時歌ってるその場面を見て感動したんですけども、この星を あなたにっていうやつでね、どうして人はってところから始まる曲、これがもう名曲で、もう歌聴いてるとね、本当涙が出てくるほどいい曲なんですね。だからそういった曲が流れてた、その他にそのアイアンマジックとかのね、曲聴くと、もういかにもこうチャリティーだと、まあチャリティー、まあ、募金しなきゃっていう気にもなるし、その番組もね、とまあ、第1回目は大竹しのぶさんと金ちゃん、萩本欽一さん、それからね、あと徳光さんもずっと出てましたけれども、なんかあの時代はもう本当チャリティーって言ってね、まあ、なんか素晴らしい試みだなって思ってたんですけど、近頃、まあ、ちょっと悪口になりますけど、近頃のね、24時間テレビはなんかもう全部作られてて、なんかお涙頂戴みたいな感じの演出になっててね、本当、見てらんないですね。まあいろいろとね、今現在はまあネットの方ではね、批判も出てるそうですし、それから先ほどから名前で出してるね、大野雄二さんをね、途中でこうどうやらネットで調べると追い出したみたいで、それからね、ガラッとこう変わったみたいですよ。で、音楽もね、まあ、サライとかって、まあ、作ったって言うんですけど、そうサライもいいけど、そうじゃ、やっぱりアラフィフとしてはそうじゃないんだよなって言うんですね、思う感じですね。で、当時はね、日本武道館とか、あと日産のね、まあ、銀座なんかの、ショールームみたいなところでね、やるのがまあ定番でしたけども、あの感じがいいと、その、で大野雄二さんが作った音楽が流れるのがいいんであって、なんか一、まあ、マラソン、ちょっと未だにね、こうマラソンを走、タレントがね、こう走るんですけど、走るのが何の意味があるのかってね、今思っちゃいます。あんまりね、走るのはこう体に悪いって思ってますので、まあ、やっぱり鍛えてかれてないと、体鍛えてない人はあんまり走っても体に悪いんじゃないかなって思っちゃう、苦しそうにね。思っちゃうのと、だから今の24時間テレビはこう悪口しか出てこないのでね、あまりネットで悪口言っても気分悪いでしょうから、いやこれじゃ言いませんけれども、やっぱり昭和のその24時間テレビが良かったのと、その、毎年ね放送された、まあ、それこそ正座して見てたアニメがもう素晴らしかったということ以外は、まあ、ないんですけどね。またね、今もうね、手塚先生も亡くなってしまったので、まだまあその後ほら24時間テレビだとほらスペシャルドラマなんかやるじゃないですか。まあそれもいいんですけれども、まあ今現在例えば有名な、監督でもいいですよ、作家さんでもいいですけども、こういうね、そのアニメーションね、こう若くするようなアニメーションを間に入れてくれたらまた見るかなとは思うんですけどね。最近のあんまりね、ずっと見なくなりましたね。昔はそれこそね、20時間テレビを20時間見るぞっていうことで、寝ないで、ね、小学生でもね、ちょっとまあ、寝ないわけにいかなくて、途中で眠ったりしましたけども、ずっと見てたような気がしますが、今は、見たことありません。ということで、今回は、懐かしの昭和の、24時間テレビの話と、中に使われてた、その、毎年放送されていました手塚治虫先生のアニメーションについてお話しさせていただきました。この動画が面白いと思ったらグッドボタン、もしくはチャンネル登録をよろしくお願いいたします。以上、マースケチャンネル3でした。ご視聴ありがとうございました。